の君が自分から下ろしたスカートのファスナー、およそ期待した通りの晴れが僕を締め付けた。大切にしなきゃならないものがこの世にはいっぱいあるという。でもそれが君じゃないこと、今日は僕は気づいてしまった。きっとウルトラマンの声のように、君の背中にもファスナーがついていて、僕の手の届かない闇の中で、違う顔を誰かに見せてるんだろう、そんなの知っている。帰り際リビングで僕が上げてやるファスナー、おざなりの優しさは今一つ制裁を描くんだ。欲望が苦し紛れに次のターゲットを探している。でもそれが君じゃないこと、想像してみて少し泣いてしまう。もしもウルトラマンのそれのように、全てのことにはファスナーがついていて、僕が背中見せているその隙に、牙を剥くつもりでも信じてみる値打ちはあると思えるんだ。